2023年2月21日、海上保安庁のヘリコプター搭載型の新型巡視船が建造中の三菱重工業者の下関造船所で浸水を迎え、巡視船弓張と命名されて、その巨大な船体で日本の海への第一歩を踏み出したことが報じられたよ。巡視船弓張は、大型でヘリコプターを2機搭載して運用することが可能なタイプの巡航型巡視船であり、1番艦巡航、2番艦朝凪に続く、3番艦として建造が進められてきたものだな。尖閣の平和を守るために、存分に頑張ってほしいよね。さて今回は巡航型巡視船の3番艦の弓張が三菱重工業者の下関造船所で浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上保安庁における巡航型巡視船は PHL パトロールベッセルラージウィズヘリコプターに分類され、同庁の所属の船舶の中でもヘリコプター2機を搭載できる点でも最大規模の船舶に相当する大型艦なんだ。巡航型巡視船は今回の3番艦弓張を含めて、3隻すべてを三菱重工業者の下関造船所が建造を担っており、1番艦の巡航はすでに2020年2月に鹿児島の第10管区保安本部に配属が行われているよ。2番艦の朝凪は昨年2022年6月に浸水を迎えており、3番艦の弓張と同様にこの2023年度中には収益する予定と目されており、巡航型巡視船の建造費は1隻あたりおよそ170億円強と公表されているね。海上保安庁の大型区巡視船といえば総トン数で7300トンを超える黎明型がよく知られていると思うけど、同型は軍艦と同様の頑丈な構造を備えることもあり、1隻あたりの建造費はおよそ260億円強と高額だったんだ。そのため巡航型では建造費用の低減もポイントとなっており、商用用の船舶と同様の構造を採用することでコストダウンを目指し、戦術したような金額を実現、黎明型に比べ2分の2ほどで収めることに成功しているぜ。そうした経緯を持つ巡航型巡視船は、総トン数で6742トン、全長で約 140.0 メートル、最大幅で 16.5 メートルの船体を持ち、ディーゼル機関4機を組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で3万6000馬力、25ノット以上の速力を確保しているよ。巡航型巡視船は排水量が大きいことにも比例して、海上保安庁の巡視船の中では兵装も充実しており、兵装にはスウェーデンはボフォース社製の70口径の 40mm 単装機関砲1機を装備しているんだ。これに加えて巡航型巡視船は副兵装としては、アメリカはゼネラルエレクトリック社製の 20mm の M61 バルカン砲2機も備えており、海上保安庁の巡視船の中では最も重武装が施された船の一隻だと言っていいんじゃないかな。また巡航型巡視船の最大の特徴でもあるヘリコプターの搭載能力は、エアバスヘリコプターズ社製の EC-225 シペルピューマーク2プラスを2機収納カレナ格納庫を備え、配備自体も常時2機を搭載する運用とされているよ。こうしたヘリコプター2機にプラスして巡航型巡視船では4隻の小型艇も搭載しており、これらを使用した複数の任務への対応が可能であり、合わせて他の小型の巡視艇等へ補給を行える支援機能も果たす船舶でもあるんだ。巡航型巡視船がこうしたいわば母船機能とでも言うべき能力を付与されている理由は、年々高まっている中国側からの圧力に対抗するための処置であり、具体的には尖閣諸島の周辺海域における警備力の強化だね。今回浸水を果たした巡航型巡視船の3番艦弓張も、すでに尖閣諸島周辺を警備する専従班に配備することが決定されており、その領域への侵入を常態化させている中国海警局の船舶に対抗することが期待されている状況だよ。尖閣諸島の周辺海域は海上保安庁の組織においては第11管区海上保安本部が管轄しており、そこでは沖縄方面の東シナ海や太平洋フィリピン海の警備を手掛けるもので、本部は沖縄本島の那覇に置かれているな。海上保安庁の中でこの第11管区海上保安本部は最も多い人員と船舶等の装備を有する本部であるが、
その管轄領域内に尖閣諸島を持つため、その領有を中国及び台湾が主張していることから特に警備体制を強化しているぜ。中国や台湾が尖閣諸島を自国の領土だと主張するようになったのは1971年以降のことだけど、ことに2012年に日本政府がその国有化を行って以後、中国側は自国の海警局の船舶のその方面への進出を強める動きに出ているね。それは尖閣諸島が日本の領土ではないという中国側の主張を周辺国や、世界的に発信する意図を持った行動だと考えられるけど、ゆえ石原慎太郎氏が尖閣諸島の東京都への編入を打ち出して以後、中国の強硬路線は強まった感があるよ。結果として政治的には尖閣諸島は東京都への編入ではなく、日本政府が国有化して現在に至っているわけだが、中国側の侵入を警戒して下した決断が、なお一層中国側の同諸島に対する意識づけを明確にさせてしまったことは事実だろうな。そしてそうした中国側の動きに合わせて日本側も尖閣諸島の警備体制を強化せざるを得ず、2013年以降は尖閣諸島の周辺の領海に対し専従での警備体制を敷くことを余儀なくされ、12隻の巡視船による部隊が組織されたぜ。こうして組織された尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制は、3年後の2016年2月には一旦の完了を見たんだけど、中国海警局は海上保安庁の船舶をはるかに上回るペースで増加を続けており、侵入の頻度も増加の一途をたどっているね。海上保安庁側としては尖閣諸島の警備を強化するにあたっては、石垣島からも同諸島までの距離があることから、一定以上の規模を持つ船舶でなければ同海域に長期間留まっての任務を行うことは困難なため、大型の巡視船を増加させているみたい。その一環として今回の巡航型巡視船の3番艦の弓張りの進水も位置づけられており、船体自体が大型で高い汎用性を備える巡視船を、尖閣諸島の周辺の領海に対する専従警備体制の部隊に追加する最大の目的となっているよ。すでに2012年度の時点では第11管区海上保安本部に配備されていた大型の巡視船は7隻だったものが、3倍増となる21隻体制にまで拡充されつつあるけど、中国海警局の船舶の増加数には全く追いついていないのが実情なんだよね。昨今の中国海警局は組織の改変に伴い軍事警察の傘下の組織となっており、配備されている船舶もそれに準じてももともとは中国海軍が運用していた水上戦闘艦の移管も行われ、中には 76mm もの主砲を搭載したものまで存在しているんだ。それらの中国海警局の船舶は4隻で1つのチームを組む運用が確認されており、尖閣諸島の周辺海域に日本の船舶が現れると集団でその行動を妨害する動きを加速させ、事実上日本の漁船の自由な操業を困難にしているってわけ。そうした現状にあろうことか日本の海上保安庁の対応が弱腰であるとの批判の声も一部からは上がってきているが、この尖閣諸島の問題は国家主権をかけた純然たる政治課題であり、現場の海上保安庁の判断に着せられることでないことは明白だろうな。中国はこうした尖閣諸島に止まらず、台湾や南シナ海においてもその領有を主張して周辺国との圧力が絶えないんだけど、経済力を背景に海軍や中国海警局の増強を続け、その実力をもって自らの主張を押し通そうとしているみたい。にもかかわらずなぜか日本の大手のマスメディアの中には、未だ露骨な反米親中の思想やイデオロギーを声高に叫ぶ人物たちの主張を繰り返し掲載するものがあり、未だその傾向は止むことはないと実感させられるよね。個人的で主観的な意見を述べることを許してもらえるのなら、仮にイデオロギーの問題は置いておくとしても、中国の肩を持つことが一体何の得を日本にもたらすことのになるのかと、その真意を問わずにはいられないよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは政治財政的に国家レベルの支援が必要だと述べたというよ。
この発言はアメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りにその言葉を受け取るならば、日本がすでに原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまうよね。日本という国がそれを作るには色々と課題がつきまとうよね。そうだね。さて今回はそんな日本の海上自衛隊における原子力潜水艦の保有について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現状では2022年12月の閣議決定で安保関連3文書改定の上、承認したことで防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で 2% の達成は数値目標としては掲げられてはいるんだ。その中では長距離攻撃が可能で、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていた分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態だね。そのため少なくとも日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには、何らかの意図が働いているのかもしれないね。マイケル・ギルディ氏は続けて、一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った、軍事同盟オーカスの件に触れ、それによりオーストラリアが原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げているよ。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を問いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目されるね。今のところ個人的にニュースなどを確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないけど、韓国の中央日報はこの件を報道し、しかも日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示しているんだ。これは多分、韓国自体が原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対してアメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるんだけど、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは好対照な点は興味深いよね。しかし同時にこの2023年1月10日から開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当しているダリル・コードル大将が予定の10隻に4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いているよ。アメリカ海軍では最新鋭の攻撃型原子力潜水艦である、バージニア級を、近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされているからね。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題などで表面化していたことに加え、昨年から始まり今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、深刻な問題に発展しているみたい。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づきオーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろうね。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたけど、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきたんだ。そのため本命はアメリカからのバージニア級と目され、新造分数隻と残りはオーストラリア国内で建造する体制を整え、自国建造する方法が有力視されてきたけど、ここに来てかなりこの動きに陰りが見えている感は否めないよ。アメリカでオーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から供出する案も聞こえてはいたが、この場合潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われているね。結局のところオーストラリアは、原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られているよ。さて肝心の日本だけど、
オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についてもその素地は備えているとは思われるよ。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも分があるだろうね。技術的には実現可能ってわけだね。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に限定はされるものの、親潮型9隻、操縦型12隻、太平型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足しているんだ。例えばイギリス海軍であれば攻撃型潜水艦も全て原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー91隻と最新鋭のアスチュート9が6隻の合計7隻の保有にとどまり、数の面では日本よりもはるかに少ないね。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだけど、収益中であるのは指9が6隻、最新型のシュフラン9がようやく昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に7隻の体制を構築しているよ。日本の場合、四方を広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である、中国ロシア北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で、速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はあるね。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の太平型でも建造費は上昇しているとはいえ、1隻あたり未だ800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば建造費は確実に一桁は上昇するね。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが適正な費用対効果があるか否かは検討すべきだろうね。純粋に軍事的な観点からは日本が攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく必要性があると思えるけど、政治的に今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみるよ。2022年6月に翌月の参議議員選挙を前にフジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われたんだ。ここで番組側から日本は今後原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたけど、それに賛同の意を示したのは日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は慎重な姿勢を崩さなかったみたい。逆にはっきりと日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢はあえて聞くまでもなく最初から予想できたというのが偽らざる心境だよね。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろうね。与党である自民党は日本が原子力潜水艦を導入することになれば膨大なコストが必要と答え、施策として必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年に入った直後、今まさにウクライナ侵攻への参戦をロシアから誘われている北朝鮮が超音速弾道ミサイルとされる物体の発射を繰り返しているよね。その脅威への対抗手段として日本は2022年度防衛予算の研究開発費にレールガンが計上されているようだぜ。
これに関して、1月12日に放送された BS 日テレの真相 NEWS で小野寺逸則はじめ防衛省と、小原藩司笹川平和財団上席研究員が出演して語っているみたいだね。さて今回はその内容からレールガンの実力と可能性、そして今後の課題などについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最近話題となることの多いレールガンだけど、どういったものであるかと一口で言うと、火薬を使用せず、2本の通電性良好なレールに光電力を流し、その電気エネルギーによって磁場を発生させてレールに乗せた弾から弾を射出する電磁砲と呼ばれる次世代兵器のことを指しているんだ。すでに試験試作段階で 200km 以上の長距離射撃を可能としており、理論上では火薬で発射する銃砲や燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べて低コストかつ連射が可能であることもわかっていて、飽和的ミサイル攻撃などへの対処が可能な兵器として期待されているよ。防衛装備庁が試作したレールガンの発射試験においては発射初速 2300m/s で、約マッハ6の初速が観測されており、それは戦車砲の発射初速1700から1800m/s をはるかに上回っていて、防衛省の構想では中国、ロシア、北朝鮮が急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾の対処手段として期待を膨らませており、2022年度防衛予算において65億円の研究開発費が注ぎ込まれているね。当兵器が取り上げられた真相ニュースの中でキャスターからのレールガンを開発するメリットとは?の質問に対して、小原上席研究員は弾から弾を非常に高速で遠い目標に到達させることが可能だと考えていて、ミサイルなどに対しても弾から弾が到達するまでの時間が短く、連射ができると聞いているとして、米軍による地上試験では射程 370km との報告があることと、連射性能の向上の可能性に触れた上で、弾から弾に火薬を入れて爆発的効果を持たせなくても超高速弾としての破壊力が大いに期待できると述べたよ。その後のキャスターからの強力な磁場を発生させるには、そのための装置が必要になるのか?との質問に対しては、アメリカが10年間開発を続けてきて結局うまくいかなかった理由として、光電力を出力する電源装置の開発が困難であったことを挙げ、特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置の開発が難しかったことが理由だったのであろうと指摘したんだ。また、現状において艦載が可能な艦艇として統合電源システム IPS インテグレーティドパワーシステムの役を持つ、ズムボルト級駆逐艦が挙げられ、IPS が大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムであることからレールガンの発射は可能であるとしつつ、実際は発射に光電力を要することで他の電子装置が使用できなくなるために艦載は難しいとした上で、日本ではこのような電源システム関連の研究が進んでいて、アメリカよりも技術の優位性があることを示したよ。この分野においては、日本の技術はアメリカを上回っているってことだね。次に小野寺元防衛省が、現在のところ発射されたミサイルを撃ち落とすのに非常に高価なミサイルを使用する現状を鑑みて、低コストかつ連射が可能なレールガンの有用性をどう評価しているかとの質問に対し、以前2012年に初めて防衛省に就任した時からレールガンについては周知しており、そこで多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うようにとの指示を出していたことを明かし、2017年に2度目の防衛省として就任した際にはすでに試作機が製作過程にあり、その段階においてかなりの性能を持つことを感じていたと述べたよ。しかも、小野寺元防衛省は現在自由民主党内の防衛大綱を議論するワーキングチームの座長という立場から、レールガンの性能を向上させるために予算計上など応援をしているとし、小原研究員と同様に日本が持つ先端的な電気関連システム研究に期待を寄せているとした上で、陸上配備で対応可能としながらも、日本の専守防衛の観点から飛来する敵国ミサイルを確実に撃ち落とすには航空機への搭載も視野に入れつつ、日本にとって必要な防衛兵器の一つとの認識を改めて示したようだね。
さらに真相ニュースではレールガンの課題と軍事的なゲームチェンジャーとしての可能性について触れ、大きな電力を供給する電力源の確保や変則的な軌道を見せる極超音速誘導弾の迎撃に本当に有効であるのか、そして今後巨額に膨らむ可能性が指摘される研究開発費問題などについて両氏に質問が矢継ぎ早にされたよ。まず電源問題に関しては小原研究員も実用化への一番大きな課題であるとして、電源を常時確保できる環境になければ蓄電池などの装備が必須条件となり、そうした場合は放電した後の蓄電に時間がかかってしまい連射不可能であることを指摘したが、現状として電源システムや蓄電池の技術において日本は世界でも優位であり、今後レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったならば電源システムでその優位性を活かすべきであると述べたんだ。次に、極超音速ミサイルの変速軌道への対応に関しては小野寺元防衛相が、このレールガン一つで防衛システムを構築するものではなく、イージスシステムや PAC-3 ペトリオットなどの現在あるシステムも合わせて複合的に防衛するものとした上で、レールガンも含めて飛来する目標に標準を合わせて迎撃するということだけの発想にこだわらず、当たらないまでも近距離で炸裂弾として使用するなど様々な可能性と発想を研究すべきで、それはまだ序章に過ぎないと述べているね。また、小原研究員は極超音速ミサイルの特徴に関して、速度が上がれば上がるほどその運動性が低下することを指摘し、しかし高度を下げてしまうと空気抵抗によって速度が低下することから、変速軌道を取れるのは空気が薄い高高度で目標に近づいて高度が下がれば最後には垂直的に落下することを指摘し、その際にレールガンの連射で迎撃ができれば超音速でも撃墜は可能であることを明かしたみたい。もともとレールガンの開発は1960年代から構想があったが、本格的に動き出したのはここ10年ほどのことで実現性を疑う声も事実あるのは隠しきれないわけだが、小野寺元防衛相は在任中に防衛省のエリート幹部がレールガンに寄せる期待と情熱を感じたとして、防空面だけでなく対艦攻撃への活用などへの構想もあり実現する可能性は極めて高いとしているよ。前人未到の領域に日本が踏み込むってなんだか誇らしいよね。さらには日本とアメリカの共同開発が実現すれば同盟強化にも拍車がかかり、2028年までにテストを終えて実用化に進むか否かを注目したいと述べたみたい。小原研究員は2028年までに開発を終わらせること自体かなりの速度であり、そもそも日本がこのように急速な技術開発を進められることを具体的に見せることで抑止力を高めることにつながり、さらに日本が主体性を持ってアメリカと共同開発を進めていくことで、ロシアのウクライナ侵攻の裏において密かに何かを企んでいるような中国がこれまで主体性が全くないと見ていた日本を見る目が変わっていくだろうと語ったよ。そして日本が先の未来で、革新的な技術をさらに高めて軍事的ゲームチェンジャーのようなものを開発し続けられるようになれば、日本にむやみに手出しすることを躊躇することにつながり、強いては戦争を起こさないことにも貢献できるとして、小原研究員は日本の技術を活かした新しいゲームチェンジャー技術をどんどん進めるべきであると自称への幕を開いたんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の護衛艦加賀の改修工事がそろそろ終盤を迎えようとしていて、いよいよ F-35B 戦闘機の運用も本格的に始まるみたいだね。F-35B 戦闘機の配備先は、宮崎県のニュータバル基地に決定したよ。世界情勢が刻々と変化する中、F-35B 戦闘機が今更必要なのかと疑問視されているけど、日本の無人機導入も着々と進んでいるんでしょ？でも将来的に次世代戦闘機が本当に必要になるのか、不明確な状況へ向かっているとも言えるね。さて今回は、護衛艦出雲、加賀における F-35B 戦闘機の運用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月時点で、海自の保有艦艇中で最大の規模を誇る出雲型ヘリコプター搭載型護衛艦の、出雲、加賀の2隻を改修し、固定翼の艦載機を搭載、
運用する計画を段階的に進めていて、艦載機としては、いわゆる第5世代戦闘機であるアメリカのロッキード・マーチン社製 F-35 ライトニング2の中でも、短距離離陸と垂直着陸が可能な B 型を艦載機にする方向で準備が進められているみたいだね。日本は太平洋戦争後、初めての航空母艦の保有が起とされているというわけだね。F-35 ライトニング2戦闘機について日本では航空自衛隊が通常滑走路仕様の A 型を105機、B 型を42機、計147機を調達する計画でその分の予算化がすでに確定していて、この機体数は今のところ本国アメリカに次いで世界2番目に多い数になっているんだって。F-35 ライトニング2に関しては、もともとが本国アメリカ以外では各種 F-35 ライトニング2すべてを対象にしてカウントした場合でも、合計調達予定数が100機以上の国は日本とイギリスくらいしかないらしく、次に多いオーストラリアでも72機ということだよ。イギリスのケースだけど、クイーンエリザベス級航空母艦に2隻、その1番艦でネームシップのクイーンエリザベスと、2番艦プリンスオブウェールズの艦載機として B 型のみが調達されているんだ。2015年前後にイギリスは F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数をマックス138機ほどを計画していたみたいだけど、最近は高価なこの機体の調達にストップがかかり、数を大幅に減らした48機とする可能性が現実味を帯びてきていると言われているよ。このようなイギリスのような当初計画からの方針転換は、ヨーロッパの西側諸国にとっては程度の差はあるけど、似たような状況とされ、この転換の背後にはコストの問題だけでなく、今後ヨーロッパで従来のような形の戦争が起きる可能性は限りなく低いという判断があったと見られるね。だからこそイギリスを含む多くのヨーロッパ西側諸国においては、ロシアこそ最大の仮想敵国という方針に変更はなかったものの、従来のような戦闘機、艦艇、戦車、火砲などの兵器数を削減する傾向が顕著だったわけだね。しかし2022年2月、状況は一変しているね。そうだね。ご存知のように2月24日、ロシアが突然ウクライナへの軍事侵攻を開始し、戦争は未だに終わりが見えない状態だよ。ロシアのウクライナ侵攻により、地理的にもロシアに近い旧東欧諸国のポーランド等を筆頭に、陸上戦力について大幅な増強を始めた国も出始めるようになったよね。ロシアウクライナ戦争の世紀という非常事態の発生を受け、ドイツやイギリスなども軍事費の増額を、政策として打ち出しているんだけど、イギリスが F-35 ライトニング 2B 型の再調達に動くかどうかは不明となっているんだ。それでもイギリス海軍のクイーンエリザベスを含む空母打撃群は、万一に備えて北海に展開していると報じられたから、同艦が就役するまでは保有が途絶えていた航空母艦を有効活用しつつあると思われるよ。航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群はイギリス海軍所属だけど、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型はイギリス空軍所属で、さらに言えば、クイーンエリザベスはアメリカ海兵隊の飛行隊も収容していて、甲板の供用ということになるんだ。この理由としては、イギリス空軍の F-35 ライトニング 2B 型の配備数だけでは、クイーンエリザベスらの空母打撃群に必要と言われる容量に余裕があるということと、今後の同盟国としてアメリカとの連携を深めていこうという側面もあると推測されているよ。当然アメリカの強襲揚陸艦でも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用が進められているが、アメリカは艦艇は海軍、艦載機は海兵隊と所属する組織が別で、このことが F-35 ライトニング2機の性質を物語るものということだろうね。イギリスやアメリカでの F-35 ライトニング 2B 型の運用方式と同様の方法が日本でも行われる予定で、出雲型護衛艦は海上自衛隊、F-35 ライトニング 2B 型は航空自衛隊所属ということでの準備が進められているよ。このような運用体制については危ういのではないかという意見があるみたいだね。というのは、海自は今まで敵潜水艦への対潜哨戒を中心とした任務を想定していたはずだし、空自は対艦攻撃を主眼に置くわけだから、この二つの想定が相入れないのではないかという不安ってわけだね。
アメリカ軍であればワスプ級やアメリカ級といった強襲揚陸艦に艦載機と F-35 ライトニング 2B 型を用いることだけでなく、輸送機として MV-22 オスプレイを運用する体制が整っており、この MV-22 オスプレイはアメリカ海兵隊用のテルトローター機として有名だが、胴体が従来から使用していた回転翼機で中型の CH-46C ナイトと比べれば、圧倒的に効率的の機体ということでも知られているらしいよ。オスプレイというと、沖縄などで墜落事故を起こした機体と連想してしまう方も多いと思うけど、従来の CH-46C ナイトに比べると移動速度は約2倍、作戦行動半径も約4倍、兵員搭載量は約2倍、貨物積載量でも約3倍相当の能力があると言われる優れものということで、この MV-22 オスプレイを運用しているからこそ、アメリカ軍の強襲揚陸艦が迅速で強固な補給体制を構築可能と言っても過言ではなく、その作戦遂行能力を著しく高度な効率で発揮できると言われているんだ。一方日本の場合だけど、出雲型護衛艦を改修して航空母艦化したとしても、空自はオスプレイのような機体は持っていないから、物資や人員の大量輸送を担うことは事実上、困難と思われるよ。陸自は V-22 オスプレイとして2021年度末の段階で9機保有しているけど、今後も空自は独自にこうした機体調達を行う予定はないらしく、その連携も必要になってくると考えられるね。そうなった場合、出雲型護衛艦などの艦艇は海自、F-35 ライトニング 2B 型などの艦載戦闘機は空自、V-22 オスプレイなど輸送機は陸自と、すべての所属が異なることになり、指揮命令系統の一元化は強く求められるだろうね。こういった陸海空の3自衛隊にまたがる連携の必要性を考えると、その調整の困難さは想像できるが、尖閣諸島など南西諸島防衛という厳しい現実を考えた場合、どうしても横断的運用の実現は喫緊の課題だと思う。ただしあくまでも試験だが、まさに航空母艦化改修中の出雲型護衛艦2隻と、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型に、運用に関してあまり多くのものを要求するのは酷ではないかとも思うね。出雲型護衛艦は2009年平成21年8月末に提出された次年度の防衛予算概算要求で建造が計画され、海自としては初めての固定翼機運用も視野に入れながら設計されてきたもので、簡単に言えば実験艦という役割が大きいもんね。前年の2008年時点で出雲型護衛艦には、海自内部では F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、運用する能力を視野に入れていたと言われるけど、当時の時代背景では、政治的にも日本が航空母艦を保有することはタブーとされていたんだ。だから海上自衛隊独断でこうした決定を下せるわけではなく、将来的な F-35 ライトニング 2B 型の、艦載機化を考えながら重量や大きさに対処できるエレベーターや飛行甲板の使用を盛り込んだということは評価すべきと思うよ。出雲型護衛艦は航空母艦化改修が終わったとしても、F-35 ライトニングの艦内への収容数は10機プラスアルファとされるので、決して多くはなく、しかし固定翼機を運用する艦艇のテストケースと考えると、致し方ないとも感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。